これは、ゴードン氏によって、TikTok へ投稿された映像。電柱の上に、得体の知れないものを捉えた記録である。真夜中に投稿者が、カメラを屋外に向けるとそこには、電柱の上に人型のような何かが座っており、こちらを見つめているのがわかる。コメント欄では妖精ギュエンデだとの声が多く上がっていたが、その真相は不明である。ちなみにこの動画は公開からわずか6日で2400万再生を突破しており、視聴者の衝撃が伝わってくるようだ。電柱の上にいた不気味な存在について皆様の目にはどう映りましたか？皆様こんばんは、モノコチャンネルです。今回も皆様と一緒に恐ろしい映像を見ていきますので、心してご覧ください。次にご紹介する映像は、2022年の NBA シーズン中に起きた、とある選手にまつわる奇妙な出来事である。試合中の本の一幕に起きた不思議な現象をご覧ください。お分かりいただけただろうか。背番号23番の選手に注目してみると、パスのモーションなど一切なく、いつの間にか近くにいたチームメイトへとボールが渡っているのだ。この不可解な瞬間をカメラははっきりと捉えているのだが、真相は明らかにされていない。そのため、マトリックスのバグではないかと唱えるものまで出ている。さらにこの選手、グリーン選手は、フリースローの際にも奇妙な出来事を起こしている。グリーン選手のシュートが、バックボードとリングの間に挟まってしまったのです。これだけ見れば、ただの偶然として片付けられるだろう。だがこの選手の不可解なパスを見てしまっている以上、これらを偶然で片付けてしまってよいのだろうか。バスケットボールファンやネットユーザーの間では、今日も様々な憶測や陰謀論が巻き起こっているのです。皆さんはこの映像、どう思われますか？続いてご紹介する映像は、自宅の監視カメラが捉えた衝撃的な映像です。投稿者は、毎日深夜に家の前から奇妙な物音がすると、奇妙な体験について SNS で発信していました。そこで、自宅のインターホンのカメラを確認したところ、映像には奇妙なものが記録されていました。Hi, you are currently being recorded.いかがでしょうか。
玄関ポーチに並んで浮かぶ無数の光。この怪現象に監視カメラが反応して、ただいま録画中ですとアナウンスが流れていることから、この光は物理的に存在していると言える。妖精、それとも宇宙人。コメント欄では様々な憶測が飛び交うものの、真相は闇の中。不気味な光の正体は一体何なのでしょうか。今からお見せするのは、Facebook で話題になった一枚の写真。投稿者の息子は普段から、僕には首の折れた友達がいるよと言っていたそうで、投稿者は、どんな友達かを描いてみて、と頼みました。その時に描かれた絵がこちらです。確かにイラストは不気味です。しかし、言っても子供が描いた絵。投稿者は、少し戸惑いながらも気には留めずにいたのですが、ある日、家族写真を見返している際、戦慄する出来事がありました。とある一枚の写真をご覧ください。いかがでしょうか。あの日息子が言った、首の折れた友達とおぼしき少女の姿が記録されていた子供の描いたイラストとの類似性に、ネット上では多くの反響があったようで、本当にイマジナリーフレンドはいるのではないか、とユーザーたちを震撼させた。特に悪いことは起こっていないみたいだが、今も変わらず、首の折れた友達はいつもそばにいるのだとか。これは、ゴーストリート草氏によって、TikTok へ投稿された映像。そこには、誰もが目を疑うような不可解な現象が記録されていた。お分かりいただけただろうか。一度見ただけでは何が起こったのかわかりませんが、少年の腕に注目いただきたい。さらにスローもう一度。なんと、少年の腕が椅子の金属バーをすり抜けているように見えるのだ。ネット上では様々な議論や憶測が飛び交うものの、答えを見つけることはまだできていない。皆さんはどう感じただろうか。TikTok ユーザーのワデラナバン氏が一連の不穏なクリップを投稿し、視聴者をゾッとさせています。最初の映像は家庭用防犯カメラの映像で、奇妙なものが記録されていました。家族がテレビの前で遊んでいると。お分かりいただけただろうか。壁の鏡に帽子をかぶった男性のような影が横切るように映っている。 SNS 上ではこの影をハットマンだと示唆する声が多く寄せられました。ハットマンとは世界中で報告されている謎の存在で、悪霊や不吉の象徴だと考える人もいるのだとか。これ以降も投稿者の自宅では不可解な現象が止まず、
またしても鏡の中を影が横切る様子が記録されていました。果たしてこの男の正体は一体何だったのでしょうか。今回ご紹介する映像は、エイエルロジオビーボというニュース番組で放送されたとあるショッキングな事故の映像です。この事故では橋の上でコントロール不能となった車がガードレールを突き破り、下の渓谷に転落してしまいました。そしてさらにこの事故の直後に不可解な出来事が起こったのです。それではご覧ください。お分かりいただけただろうか。車が転落し砂ぼこりが立つ道路に、今度は大型のトラックが入ってきました。このトラックの屋根に注目してください。通常走行中のトラックの屋根に人が乗ることはありえませんが、黒い不気味な人影がはっきりと映し出されています。この映像を受け、エヘル・ロジオ・ビーボは超常現象の専門家であるシーザー氏に連絡を取りました。シーザー氏によると、この不気味な人物は事故の犠牲者の魂をあの世に導くために現場に訪れた死神なのではないかと予想しています。物語の中の存在と思われている死神ですが、本当に実在しているのでしょうか。皆様はどう思われますか。今回ご紹介するのはTikTok に投稿されたある映像です。ガソリンスタンドで給油中、撮影者が何かに気づき、とっさにカメラを回しました。そしてそこには、恐ろしいものが記録されていたのです。それではご覧ください。お分かりいただけただろうか。撮影された映像には、ガソリンスタンドの敷地の裏手にあるレンガの壁の上に佇む不気味な人物が映り込んでいることに気がつきました。この人物は長い黒髪に白い服を着ています。そして何より不自然な灰色の肌がこの世のものではないことを表しています。一部の視聴者の中では、この映像に映り込んだ人物は脳による錯覚ではないかと言われていますが、これほどはっきりと確認できるものでしょうか。今回の映像ではガソリンスタンドという誰もが利用する場所での不可解な現象を捉えていて、日常の中にも恐怖が潜んでいることを証明しました。続いて紹介させていただくのは、日本で撮影されたとある心霊写真です。撮影地は産業革命の遺産である軍艦島。世界遺産として登録されているこの島は現在無人島になっており、そこにはかつての活気は消え失せ、多くの廃墟が並んでいます。旅行で訪れていた撮影者は記念に1枚の写真を撮ったのですが、この写真が撮られた後、被写体となっていた人物は体調不良になり、しばらくの間寝込んでしまったとのこと。一体どんな写真が撮られていたのでしょうか。それではご覧ください。お分かりいただけただろうか。廃墟を背景に写真を撮る女性、一見なんということもないただの記念写真に見えますが、注目していただきたいのはその女性の左肩です。
明らかに何者かの手が映り込んでいることがわかります。手の大きさを見るに幼い子供のものでしょうか。女性に何かを訴えかけているのか、はたまたここではないどこかに誘おうとしているのか。廃墟などの人間が使わなくなった建物には霊が集まると言いますが、軍艦島は島全体が廃墟になっているので凄まじい量の霊が集まっているのかもしれません。観光地となっているこの島ですが、霊に疲れやすい体質の方はもしかしたら知らない誰かを連れてきてしまうかもしれませんので、ご注意ください。続いてご覧いただく映像は YouTuber のアルベルト・デル・アルコ氏によって投稿された映像です。彼は普段幽霊が出るアパートに住み、そこで起きる霊障を撮影していました。今回紹介する映像は彼がアパートの外で子供が遊んでいる姿を撮影したものです。彼は何気ない日常を撮影するつもりだったのかもしれません。しかし、幽霊が出るアパートに住むという選択をした彼にはもう二度と普通の風景を撮ることはできないでしょう。何気ない日常が恐怖に染まります。それではご覧ください。いかがだったでしょうか。窓には明らかに何者かの影が映り込んでいます。正直この映像を見て、ただ人がいるだけではと思った人がほとんどではないでしょうか。私も初めてこの映像を見た時、これはただの人影なのではないかと感じました。しかし、こちらのアパートにはこの時誰もいなかったことを投稿者は語っています。加えて投稿者はこちらのアパートで起きている霊障を撮影投稿する YouTuber であり、この映像もその霊障をカメラに収めたものの一つ。そういった背景からこちらの映像は霊が映り込んだものであると考えられるのです。そしてお気づきでしょうか。これだけの至近距離でカメラを回しているのにもかかわらず、一切窓に映り込んでいる人物の特徴がはっきりとしないのです。普通この距離感ならば、どんな服を着ているのかなどはわかるものではないでしょうか。窓に映る怪しげな人影、これは一体何を伝えようとしているのか。もしかしたら自分の家に入るなと縄張りのアピールをしているのかもしれません。それにしても霊障が頻発する家に住む勇気に脱帽してしまいますね。続いて紹介する映像に映る女性が、ある朝目覚めると右の手首にかきむしったような跡が残っていることに気づきました。夜中に無意識にかきむしったのだろうか、初めは特に気にしませんでした。しかし、それはどんどんひどくなっていき、首を血が出るほどにかきむしっていることに気づきます。何かの病気を疑った女性は病院を受診するのですが、女性の体に特に異常は見受けられませんでした。腑に落ちなかった女性は、寝ている間自分はどうなっているのか確認するため、寝室にカメラを設置してみることにしました。今回の映像は監視カメラに映った衝撃的な映像です。それではご覧ください。いかがだったでしょうか。ベッドで苦しそうに眠る女性でしたが、唐突に上半身を起こしカメラを見つめます。目はまるで夜行性の動物かのようにギラついており、口は人間ではありえないほどに大きく開かれています。その後何事もなかったかのように眠りにつきますが、一体彼女の身に何が起きているのでしょうか。何か精神性の病気でこのような行動をしてしまったのか、はたまた彼女の家に潜む悪魔が彼女の体を乗っ取りカメラで撮影するなとアピールしているのか、
真相はわかりませんが非常に恐ろしい映像ですね。少なくとも彼女の身に危険が迫っていることは間違いないでしょう。皆様も寝ている間何かに体を乗っ取られているかもしれませんよ。ぜひ、監視カメラの設置をお勧めします。普段とは違った自分に出会えるかも。最後にご紹介するのは、人気の TikToker、ナタリア・バレンテ氏によって投稿された映像。彼女らは、廃墟となった精神病院へ肝試しへ行っていたのだが、その際に撮影していた映像に、不気味なものが記録されていたのです。Gente, quanto barro no chão! A gente tá indo pros outros lados, que é bem escondido da La Rosa, que é onde o povo ficava, tipo, real presaço. Bom, a gente tá indo agora pro necrotério. Eu tô, tipo, agora eu tô com medo. Agora eu tô com medo, amiga. Olha isso! Gente, essa parte aqui, por incrível que me pareça, eu achei bem bonita. Eu tiraria uma foto aqui tranquilamente.E aqui é o necrotério. Que é onde o povo ficava, tipo, real presaço. Que é onde o povo ficava, tipo, real presaço. お分かりいただけただろうか。一行が古い霊安室に向かう途中、壊れた窓の上に複数の人影が映っていたのです。Que é onde o povo ficava, tipo, real presaço.まるでこちらを監視しているかのように複数の人影が映り込んでる。 SNS 上ではホームレスなのではとの声も多くありましたが、どうなのでしょうか。皆様はこの映像をどう思われますか。今回は以上です。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは皆様が気になるような様々な話題をまとめて配信していますので、高評価チャンネル登録をお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。